サーモン・ポートランド・チェイスは南北戦争時代のアメリカ合衆国の政治家及び法律家。第23代オハイオ州知事を1856年から1860年まで務めエイブラハム・リンカーン大統領の下で財務長官及び最高裁長官を務めた。ニューハンプシャー州コーニッシュでイスマール・チェイスと妻のジャネット・ラルストンの間に生まれた。9歳の時に 父のイスマールが死去し、母のジャネットは、わずかな財産と10人の子供を抱えた未亡人となった。チェイスは、おじのフィランダー・チェイスによって育てられた。フィランダーは、米国聖公会の指導者であり、オハイオ州とイリノイ州のプロテスタントの監督であった。チェイスは、バーモント州ウィンザーとオハイオ州ワージントンの公立小学校で学び、新種な大学に進学した後、 ダートマス大学を1826年に卒業した。彼はアルファデルタファイ及びファイベータカッパのメンバーであった。ダートマス在学中に彼はロイヤルトンのロイヤルトンアカデミーで教鞭をとっている。チェイスはコロンビア特別区に移り、司法長官ウィリアム・ワートの下で法律を学びながら教師の職も続けた。彼は1829年に放送会入りした。 1830年に、チェイスはシ、新シナティに移り住み、地域の放送会で名声を得るようになる。彼は、オハイオ州法の注釈本を出版した。1835年に、最初の妻が死去し、そのことが、きっかけとなって彼は、奴隷制度廃止運動に傾倒することとなる。当初は、アメリカ日曜学校ユニオンと共に活動し、逃亡奴隷の弁護を行った。 シンシナティの世論は南部の商業に大きく影響を受けていた。チェイスは1836年のシンシナティ暴動の間にジェームズ・ジー・バーニーがマスコミの攻撃を受けると反奴隷制度の運動に加わることとなった。チェイスはまたセミコロンクラブのメンバーであった。チェイスはガリソニアン奴隷解放運動と対照的に政治改革の指導者となった。 チェースは1873年にニューヨークで死去した。遺体はワシントン DC のオークヒル墓地に埋葬されたが、後にシンシュナティのスプリンググローブ墓地に再埋葬された。チェースはシンシュナティにあるセントポール聖公会大聖堂の活動的なメンバーであった。チェースナショナル銀行の前身であるチェースマンハッタン銀行は、チェースとは財政的なつながりは、 全くなかったものの、彼の業績にちなんで命名された。アメリカ合衆国沿岸警備隊学校の本胸、及び量は、チェースの財務長官としての業績を記念して、チェースホールと名付けられた。また、カッターのチェースも彼にちなんで名付けられた。かつて流通していたアメリカ1万ドル紙幣にその、肖像が使用されていたが、現在は流通していない。カンザス州チェース軍は、 彼の業績を称えて命名された。同様に、フロリダ州、マサチューセッツ州、ノースカロライナ州、ニューヨーク州、オハイオ州、テネシー州に所在する、チェイスビルも彼にちなんで命名された。1万ドル紙幣の表面。ありがとうございます。